12月のアレミサマチバルで開催するのど自慢大会の出場者をシルスパさんに探していただきたいと思ってます。いいんですか？カラオケとかってよく行かれます？世界が終わるまでは。うまーい、はい、うまい。おふくろー The world is to melody。 甘っ。そうやね。そういう状況。いやいや、そういうのもいいじゃないですか。この中に歌が上手な子がいるって聞いたんですけど。そうなんですよ、はい、歌が上手っていうふうに聞いたんやけど、まあ、ちょっとだけちょっとだけもっと騒げ怪獣の歌、まだ見えない夢の歌と泣いて。よいしょ。すごい。入りましょうか。どうぞ。来ましたね。お邪魔します。わー、こんにちは。こんにちは。軽音楽部ですね。この中で歌が上手な子は誰ですか？あ、やっぱりマイク持ってる。やっぱそうか。軽音はいつからやってんの？5月からやっ、あ、めっちゃ最近。最近。いいですか？はい、はい、お願いします。あんたの価値ないだろう、本当に孤独を今だけで外してきて、怒りを今悪党を飛ばして泣こうよ。いやー、すげー、かっこいい。うーってどうやってやってんの？くーって結構アドさんのライブとか見て自分なりにちょっとどう出せるかなって思って。研究してるんや。ここもなんかいそうやな。雰囲気あるね。あらららららら。これもカラオケ、カラオケ喫茶。はい。あ、歌ってる。あ、歌ってる。おお。はじめまして。あ、しゃ、カメラ大丈夫ですか？いいですか？あ、おお。あ、上手、もう上手、もう上手。すごいすごい。うまい。うまい。常連さんですか、こちら？みんな、みんな常連さん。そうですか。みんな常連さん。はい。からみんな常連です。なるほどなるほど。うわ、もう聞きたい。96歳。おー、96歳のお姉さま。いや、お若い。日はまた昇る。愛の償えば別れになるけど。行くな行くな行かないで。残暑。つわものぞろいだな。特にこの人だっていう人、うわー、なんかどんどん更新してった感じだったな、ね、俺の中では。やっぱ高校強かったかな。あとの子、うん、軽音部共演した、うんうん、はいはい、軽音部のあの子と、そうですね、あとまあベン君。ベン君はベン君の甘さ欲しいよな、あれ。 When I find myself in times of troubleMother Mary comes to me. うわ、うま。Speaking word of wisdom, let it be. Mother Mary come to me. 気に入ってるね、そこ。いや、気持ちいいな。あの子やったら大丈夫よ。勝てるんちゃう。勝てるでしょ。あのレベル、そうおらんやろ。うん。もう、任せましょう。頑張ってください。頑張ってください。実は、もう一人、歌うまい方がいらっしゃるので。ほう。行きましょう。おお。あ、いる。誰や。失礼します。失礼します。うわ、ちょっと待ってください。え、川口京子さん。はじめまして、川口と申します。はじめまして。川口京子さんがのど自慢大会に出るんですか？いや、テーマソングをマチバル の依頼いただいて作らせていただくということで、はい、今日は来ております。何この変なドッキリ。何これ。僕がそばにいるよ。どうやって作っていきますか？まずそのテンポ感、速い曲がイメージの中にあるのか、それともこうバラードみたいなゆっくりしたテンポのものがいいのかとか。街バル、まあ、お祭りイベントですので、多少
テンポのいい感じなのかなと思いますね。でも桜のテンポは例えば10だとしたら、今回の300でお願いします。300、うわすごいね。メトロノームのアプリあるんで。あ、そうなんですね。これ今80なんですよ。これあ、これが桜こんぐらいだと思う。はいはい。それでこれを上げていきまして、あ、ごめんなさい、もうメトロノームのアプリ自体が280です。ああ、なかったですか。あ、すいません。そうか、振り幅こうやって持ってるやん。285でこんくらいです。あ、なるほど。285でこんな速いんですか。ちょっと速すぎるか。速すぎるよこれは。これ今134なんですけど、まあこんな、まあこれどれぐらい。ああ、でもこれぐらいか。ヒップホップってこれぐらいですか。ヒップホップ歌わせようとしてる。違う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 、そういうことじゃない。なんなん。え、ちなみに ラップやりたいとかあったりするんですか。ラップのパート作ったりとか。ヒゴくんラップ好き。ヒゴくんラップ好きなんですか。僕大好きですね。ちょっとドタマくんっぽい。確かに。ありますね。ドタマさん、はいはいはい、大好きです。いや、入れませんよ、ラップ。入れないんだ。間違っていますよ。ラップ入れないで。そっちで進まないでください。ごめんなさい。もう準備してたけど。入れないです。まあ、こういう言葉を例えばじゃあ入れてほしい。いろいろ言っていただいた方が、作りやすい。あ、なるほど。その町バレイベントのテーマは赤がテーマのイベントなんですけど、色がありまして、はい、で僕自身がそのキッチンカーでラーメン屋さんを出します。本当ですか。そうなんです。赤いテーマのそのトマトラーメンを出すんです。わ、はい、すごい。なので、トマト赤、あ、トマト入れてほしい。まあ全然可能なんですか。難しくないですか。赤トマトね。トマトリコピンとか。いや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 、リコピン限られるって他縛られすぎるよそれは。リコピン可能でしたらですけど、一応、はい、出せるだけ出した方がいいです。ありがとうございます。もういろいろ言っていただいた本当に。あれ見た。チャンネル登録お願いします。